でご協力しますし、京都線を201系で3です。駅数がちょっと多いので、これの駅のホーム前だけ映すという感じで。脱力感あるかな。西王子停車。結構いい感じですね。ブレーキ効くね。効くじゃないか。やっちゃったよ。やっちゃったよ。もらえんの点数。何すんねん。もらえんか。もらえないか。もういいや。それで、ね、5m。場内全員合流。向こう町停車。向こう町前170メートルぐらいかな。余裕制限ですね。何すんねん。長岡京です。場内進行。全員長岡京停車。何すんねん。まあいいや。場内進行。さあ、すぐ起きてます。制限60。やっぱ時間だね。これ20分。これは制限予告だから、今はオーバーしてるんです。山崎停車。ちょっとあれかな、詰めた方がいいかな。山崎駅前140分前で、何すんねん。やばいね。何すんねん。おお。高槻停車。何すんねん。何すんねん。巻き返しましょう。最初60秒だったっけ、クラスアトシャンだったっけ。60秒まで戻せたらいいですね。まもなくセットトンダ、セットトンダです。さあ、セットトンダ停車。ギリギリ間に合うか。何すんねん。何すんねん。マイナス1秒。
茨城電車。何すんねん。やばい。何すんねん。ちょっと延着気味ですね。7秒きついな。そうですよね。まあ、1200m 切る頃にブレーキ、4-3ブレーキで、2-3km ぐらいにこうやって合わせて、最後の 1m でもほぼ 1km でぶつけると。電車。何すんねん。まあ、2秒延着になったんでね、いいのかな、よくねえよ。着いた電車。止まらないか、あと止まらないか、止まらないか、まあ、止まった、まあまあまあ、いやいやいや、2秒装着、完全取り戻しましたね、遅れをね。まもなく東淀川、東淀川です。延着はしないでね。東淀川でした。何すんねん。紀伊国線特急、関空特急はるか、地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。新大阪の次は大阪に止まります。あ、止まらないですね。うわ、止まらへん。ちょっと待て、ちょっと待って、これ危ないぞ。75あります。でも、まあ、大したことじゃないね。制限30あります。もう地下鉄御堂筋。何すんねん。止まった。うん、迷うかろう。基本的には難しい。駅の距離感が短いというのと、おめでとうございます。乗務完了です、というのを考えてみると、一度ダイヤを遅れるとその取り戻しが難しいという点では手もありますね。はい、終わり。